真理をを求めるる人人と現実を生きる人ニュートンと婚約者のエリザベスがリンゴ園の中を腕を組んで散歩しているリンゴが落ちたニュートンはなぜリンゴが落ちるのかと問い始めたエリザベスはうんざりして 熟したからよと答えるニュートンは「君に尋ねたんじゃない」と言う。じゃあ誰よここには私たちしかいないわ。違う。僕は宇宙に尋ねている。あなたは私を愛していないのね。僕は真理を愛している。猿は何で木から落ちるか知ってる知らない。君は知ってる。 いるのかか木登りが下手だからよニュートンとエリザベス灰谷健二郎この会話が面白い示唆がいっぱいある真理を愛するニュートンは私を愛してと求めるエリザベスとは敵対関係にある作家はそんな誤解をも計算に入れていたか読み方一つで吹き出してしまう 実際的で現実的なのがエリザベス。彼女は、この後、研究室に向かうニュートンから離れて、パイを作るためにリンゴを拾い集める。この対比、実によくできている。そして、多くの人が思い当たる。あなた、現実をよく見なさいよ。そんな夢みたいなことばかり考えていて、というセリフ。 ニュートンが万有引力を発見したからといって、エリザベスのパイの味が変わるわけではない。真理を求める人と、現実を生きる人では、同じ世界にいても、ものの、見え方と生き方が違う。なぜ、と問い続けるのは、子供みたいだと言われる。要領よく、楽しく生きたらいいのにと。そう割り切れたらいいが、 いつか、なぜ、歯置き忘れられ、どうすれば、という生き方に傾く。なぜ、お問うのは、きっと、世の中のごく一部の人になっていく。本を読んで、何かを探求するのはいいけれど、読んで楽しければ、感動できればいいじゃない、と言われればそれまでだ。そして、熟したリンゴをどう料理するかに、目が向いていく。 ニュートン的な施策や生き方を貫くのは大変なことだ。この短編に込めた作家の問題提起をつかんでみよう。作家が描くのは己の中の分身だと私は思う。二人と真理の三者の対話は作家の内なる戦いであり共存だ。そんな見方をすると私たちの中にある三者にもまた光が当たる。